公明党の山口代表は次の代表選挙に立候補せず今の任期で代表を退く意向を表明しました公明党の代表選挙に私自身は出馬をしないということを明確に申し上げたい次の世代にバトンを譲るべきであると 山口代表はきょうの記者会見で、今月18日に告示される代表選挙には立候補せず、今月末までの任期で退任する意向を表明しました。山口代表は72歳で、2009年から8期、15年間党の代表になってきました。 関係者によりますと、公認には石井幹事長を推す声もあり、党内で調整が続いています。15年ぶりに交代する公明党の次の代表は、今月28日に開催する党大会で正式に承認されます。